こんにちは、メルルーサ丸岡です。皆さん iPad 据え置いてますかという感じでやっていくんですけども、自宅での iPad のイメージって外でのねバリバリできるやつ感と違って、どうも平置きされてしまっていたりだとか、きっちりしている人でもね充電スタンドに立てていたりだとか、そんな感じの運用になっているんじゃないかなと思います。何にせよ iPad みたいなタブレット端末って自宅での居場所っていうのがちょっと難しいのかなと思います。私も iPad は何枚も持っているんですけど、こういうね大きい iPad になればなるほど、こう平置きしていたりするとちょっと邪魔になってしまうなと思うことがあります。そんなところでね、この iPad Pro のように薄くて大きいデザインというのは持ち運びではねすごく役に立つんですけど、家での居場所がなかなか難しいんです。と、そんな自宅 iPad をすごくはかどらせるようなアイテムを今回提供していただいたので、そちらを紹介していこうと思います。その商品がマグフィットと呼ばれるシリーズなんですけど、今回提供してもらったのはねその中でも最上クラスのもので、ただの iPad スタンドとはねちょっとレベルが違う仕様になっているので、自宅 iPad をはかどらせたい方はよければ最後まで見ていただければ嬉しいです。はい、このチャンネルではこんな感じでガジェットのお話よくしてますので、よければチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それと私がやっているインストロックユニットドラゴンチャイナも現在活動中です。こちらもチェックしてみてください。はい、それでは早速本題に入っていきましょう。はい、ということでこれがマグフィットiPad Pro ドッキングステーションマグネティック 4K バーティカルハブスタンド for iPad Pro and MacBook という名前の製品なんですけど、まあ、簡単に言うとマグネット式の iPad スタンドのこの底面に結構強めのハブというかドッキングステーションが備わっているという製品なんですね。で、製品名にもあった通り iPad 用のドッキングステーションとスタンドなんですけども、 MacBook にもかなり相性がいいドッキングステーションの仕様になっているんですよ。ということで今日はまずこちらのスタンドのね概要をお話しした後に、実際にねこのドッキングステーションとこの iPad スタンドを活用して私のデスクセットアップに組み込んでみようと思います。はい、そんな感じでまずはねこの子のスペックをちょっと見ていきましょう。はい、この iPad スタンドなんですけど、まずね最初から言っている通りではあるんですけど、この部分にマグネットで iPad Pro を装着する仕様になっています。それからこの首の部分は無段階調節のヒンジになっていて、こうどんな角度でもねいい感じに止めることができます。結構固めのヒンジですね。それからこのスタンドの特徴である底面のドッキングステーションですよね。こんな感じでいろんな端子がついています。このスタンドね割と重みがあるんですけど、台座が割としっかりしているので、重たいで有名な iPad Pro 2021年モデル 12.9 インチを取り付けてもなかなかしっかりと固定できていますし、重さにも負けていない感じがありますよね。今回送ってもらったのは 12.9 インチの iPad Pro 用なんですけど、この製品はねマグネット装着なので、ラインナップとしてはおそらく全画面タイプの iPad には対応していると思います。オフィシャルサイトを見ていたらね無印 iPad の表記とかもあったんですけど、多分背面のマグネットがついていないので別タイプになってくるんじゃないかなと思います。詳しくは概要欄にオフィシャルのリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。はい、そして大事なのがこのドッキングステーションの部分なんですけど、個人的にはここが結構秀逸だなと思っていて、個人的な推しポイントとしてはね、前面には何のポートもないんですよ。なのでね、何もつけてない場合は本当にね、綺麗な iPad スタンドみたいな感じの見栄えになりますし、何か機器を接続したいときは側面とかね、背面に結構しっかりめにいろんなポートがついているので、この仕様はね、嬉しいなと思います。はい、で、気になるポートの仕様なんですけど、まずこっち側ですね、この側面には SD カードリーダーとマイクロ SD のリーダーがついています。それから本体と接続するための Type-C ポートをですね、反対側にはこのオーディオジャックですね、24ビットまで対応しています。それからこのタイプ A ポートが2つついているんですけど、これが結構嬉しくて、これね USB3.1 が2つついているんですよね。この手のハブってね結構 3.0 のものが多いんですけど、 USB3.0 と 3.1 って転送速度が2倍違うんですよね。 USB3.0 が 5GBPS なのに対して、この 3.1 は 10GBPS 出るので、このポートがね2つ備わっているのは利点かなと思いますね。背面はねさらにびっしりとポートがついていて、この Type-C ポートが充電器用の Type-C ポートですね。これがね 100W まで対応しています。それで隣がイーサネットですね、 LAN ケーブルをつなげる場所がついています。これもね iPad とか MacBook にはついていないポートなので、すごく嬉しいですよね。このね有線接続ってね、あまり最近は使わない人が多いのかなとも思うんですけど、安定性があって1個持っておくと便利なんですよね。それから隣の Type-A ポートが、これは USB2.0 になっています。マウスとかねキーボードとかをつなぐのに最適なんですよね。そして最後に HDMI なんです
ですけど、これも結構推しポイントで、この HDMI がね 4K60Hz10bit まで対応ということで、やっぱりねこういうハブの HDMI ポートって 60Hz に対応していないものも多いんですけど、こちらはねしっかり 60Hz に対応しているので、外部ディスプレイで 4K 表示をさせてもバッチリ使うことができます。まあ、若干の残念ポイントとしてはこの SD カードリーダーなんですけど、これがね UHS-1 なので、最近だと MacBook Pro なんかについている SD カードリーダーは UHS-2 対応ということで、こっちの方が速度が速いんですよね。これだけ豪華仕様だったらここも UHS-2 だったら嬉しいのになとは思いますね。ということでね、このスタンド1個あれば iPad の定位置として自宅で使うことができるし、この Type-C ケーブルを接続してあげることで iPad をね自宅の最強コンパクト PC 的に使うこともできるようになったりします。でね、地味に嬉しい機能としては、このスタンドはねこのまま iPad を回転させて縦表示にすることもできるんですね。こういうね PC 的に使う場合にはなかなか縦画面って使わないと思うんですけど、 iPad スタンドとしてね本を読む時とか何かブラウジングをする時なんかは、この縦表示でねスタンドできるというのはなかなかいいんじゃないかなと思います。特にね 12.9 インチとかだとこう持っていると疲れちゃいますからね。はい、とこんなところがこのマグフィットのスタンドの iPad 向けの使い方なんですけど、このドッキングステーションの部分ですね、実は iPad には若干のオーバースペックで、むしろね MacBook に向けて作られているんじゃないかと思うんですよ。そしてですね、ついにアップデートが来て MacBook と iPad の間でマウスとキーボードを自在に行き来できるユニバーサルコントロールがあるおかげで、かなりねいい感じのデスク環境が作れるんじゃないかと思っております。ということでですね、ここから動画後半に入っていくんですけども、実際に私のデスクにこのマグフィットを組み込んでいこうと思います。で、この後ろにですね、実は私のデスクがあるのでセットアップしていきましょう。はい、ここが私のデスクなんですけど、今ねどういう感じになっているかと言いますと、まず正面にあるのが32インチのディスプレイなんですけど、ここに MacBook を接続している状態ですね。画面が2つあると何かと便利なので、こんな感じで MacBook はボヤタのスタンドに立てた状態で、こうデュアルディスプレイという感じなんですよね。でね、同時に iPad を使いたい場合に現状どうしているかというと、ここにタブレット用のスタンドが一つあるのと、このキーボードもねここがタブレットスタンドになっているので、こんな感じでセットして使うことが多いです。まあこれはこれで嫌いではないんですけど、ちょっとねごちゃつき感があるので、このマグフィットを使ってスッキリさせてみようと思います。この MacBook に、これを Mac につないでいたんですけど、 USB Type-C のハブですね、このスタンドとハブの2つをねマグフィットに補ってもらおうという魂胆ですね。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。結構すっきりしたんじゃないかなと思います。突貫工事でつけたので、ちょっとね後ろの方のごちゃごちゃは見逃してもらいたいんですけど、 MacBook をねクラムシェルモードでモニターと接続して、隣には iPad という構成にしました。それで今まではモニターの隣のこのスペースに MacBook のスタンドと MacBook と USB Type-C のハブという感じで接続していたんですけど、それがねマグフィットと iPad だけになったということで、結構すっきりしたんじゃないかなと思います。このマグフィットの底面のハブを使って MacBook にこの後ろの地獄の配線たちを全てつないでいるという感じになっていますね。接続してみて分かったんですけども、充電用のねケーブルとか、それから今つないでないですけどイーサネットとか HDMI とか、ちょっとね雑多になりがちなケーブル類は全部背面にあるので、見た目的にもね邪魔になりづらいのかなと思いました。ただ欲を言うと USB 3.1 の端子も後ろに一つあったらよりスタイリッシュになったかなと思いますね。それとこれはね私の使い方的な問題なんですけど、今現在電源は MacBook に供給しちゃっているので、 iPad はね今のところバッテリー駆動なんですよ。なので iPad の電源問題をどうするかというのもちょっと考えなきゃいけないなという感じですね。はい、それでですね MacBook ですよね、 Mac 本体はどこに行ったのかというと、この後ろのケーブル地獄ゾーンに隠してあるまな板スタンドですね、私は iPad スタンドとして使っているんですけど、そこにねこう MacBook をクラムシェルモードで立てているという感じです。とこの地獄のゾーンの前に
マグフィットと大きな iPad を置くことで、まるでさっきの地獄なんてなかったかのような綺麗なデスクセットアップになるわけですね。目に見えることだけが全てではないとこのデスクは教えてくれますね。それでこのセットアップはね、今までもやりたかったんですけど、どうしてもね iPad の操作性の問題でなかなかね手を出せずにいたんですけど、最近ね実装された Mac と iPad の連携機能ユニバーサルコントロールによって、もうねこれですよ、見えます、これ、この速さでスピーディーに連携できるようになってしまっているんですね。今ねこちらのトラックボールを使って操作しているだけなんですけど、 Mac から iPad へのスムーズな移行ができるようになっているので、全くねこのセットアップも問題なく使えるようになってしまいました。ユニバーサルコントロール恐るべしですね。キーボードも併用することができて、私の使っているロジクールのキーボードはマルチペアリングで3台までつなげるんですけど、その機能もねいらなくなってしまったなということで、個人的にはね Apple 純正キーボードの方が好きだったりするので、そっちに変えるのもありかなと思っています。でそこからさらにデュアルディスプレイにしたければこんな感じでサイドカーとして機能させることもできるので、こんな感じですね、 iPad としても使えるし、デュアルディスプレイとして使いたいときは Mac のサブ画面にもできるということで、これね結構理想的な環境なんじゃないかなと思っていますね。この LG のディスプレイもねしっかりと 60Hz と表示されています。私のディスプレイはね 60Hz マックスなので、このドッキングステーションでしっかりと使うことができるという感じですね。はい、ということでちょっと画角から外れてしまっているんですけども、今回はねマグフィットという製品の紹介でした。このスタンドのメリットで言うと、やっぱり充実したポート類、それから無段階調節可能なスタンドであるということですね。マグネットも結構強力でしっかりと iPad Pro を支えることができています。今見てもらった通りハブの機能も超強強なので、 MacBook でもね全然使えちゃうぐらいのレベルになっていますし、そんなところでねついにリリースされたユニバーサルコントロールをですね使い倒したいという方にはぴったりなんじゃないかなと思います。ただ逆にちょっとね残念だなというところもあって、これがね値段がちょっと高いんですよね。紹介したようにね結構充実したアイテムなので、もちろんねコスパは悪くないなというふうに思ってはいるんですけど、だいたい日本円で 24,000円ぐらいで購入することができます。 24,000円で言うと iPad アクセサリーで言ったらスマートキーボードフォリオとかね、あとはマジックキーボードの中古とかもそのあたりの価格帯になってくるので、さっきお見せしたような明確な用途があるわけでもなければ一番に購入すべきではないのかなと思っています。それとマグネット式なので専用のケースは売られているんですけど、基本的にはね裸で使う感じなのかなと思います。なのでね普段使っているケースがある方は帰ってきたらそこから外して取り付けるみたいなフローになるので、ちょっと手間があるかなと思いました。あとはねちょっと贅沢なんですけども、ここまでねしっかりとしたポートがついているんであれば SD カードリーダーは UHS-2 に対応していてくれたら非常に嬉しかったのかなと思います。はい、ということで今回紹介したマグフィットに関しては公式の EC サイトへのリンクを、ね、下に貼っておくので、よければ見てみてください。 Amazon でも売ってるんですけど、ちょっと転売価格なのかなという感じで割高で売られているので、公式からね輸入で購入することをお勧めします。見た感じ日本語対応もしているみたいですし、日本への発送もね問題なくやってくれるみたいなので、チェックしてみてくれたら嬉しいかなと思っております。はい、という感じで膝立ちのまま失礼しますが、今回の動画は以上となります。このチャンネルでは他にも iPad とかのお話よくしてますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと今回の動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいので、よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。メルルーサマルオカでした。バイバイ。あ、余談なんですけど、さっきお見せしたデスクね、あれクローゼットの中なんですけど、引っ越してきてね初めてクローゼットにデスクを作ってみたんですけど、部屋が広く使えて最高です。